さあ、それではお話を伺っていきたいと思いますので、どうぞおかけください。さあ、期待を裏切らない素足でございます。先ほど1回目公演を終えられました。このような単独で一人での舞台は今日こうして初めてということなんですが、いかがですか、1回目公演を終えてみて。일단되게재밌었어요재밌었고그리고또또이게이게오신분들도있겠지만되게준비한게또신기한게많아가지고여러분들재밌게보실수있을것같고요저또한하는데재밌더라고요그리고사실혼자하는거라서어색한것도있는것같고떨리는것도있는것같은데요그것또한재밌게봐주세요そうですね、昼の公演もとても楽しかったです。そして、先ほどいらっしゃった方もいるかもしれないんですけれども、こちらの会でもたくさんのものを準備しましたし、そして見ていて、不思議にこう見慣れないものもあるかもしれませんので、ファンの皆さんにも楽しんでいただけると思います。僕自身も一部は、楽しい、やりながら楽しかったですね。自分一人だけなので少しぎこちない部分もありましたけれども、そして緊張した部分もありましたけれども、でもそこの部分もですね、ファンの皆さんが楽しみながら見てくれたら嬉しいです。はい、ということでございますが、今日本当に舞台からしっかりと後ろの方までお顔が見えますよ。カイさんどうですか、皆さんからもカイさんすごい近いんじゃないですか今日。はい、穴が顔を見つめてください。よく見えます。はい、カイさんもしっかりとファンの皆様のお顔を見ながら楽しいお時間にしていただきたいと思うんですけども、さっき1回目も来たよという方どのぐらいいらっしゃいますか。わお、結構いらっしゃいますね。すごいですね、1回目も2回目も大丈夫でしょうか。さっき話した内容でも初めて聞いたようにね、リアクションしてください。よろしくお願いしますよ。はい、カイさんよく笑いますね。저요? 네, 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 저, 저좀뭔가웃음에대한그뭐라고해야지상한선이낮아서되게머리도잘웃고웃음도많은것같아요。はい、そうですね。僕は笑いに対するこの基準がですね、他の人よりも低いと思います。ですので、よく笑う方だと思います。今日は甲斐さんの素敵な笑顔もたくさん見れるのではないかと思います。さあ。